よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回は修学旅行からスタート。修学旅行でね、まあある人と会うんだよ。そういえば修学旅行先ってどこだっけ。俺は北海道でした。そうそう、北海道でした。北海道に行けばやつと会えるんだよ。よ、一緒に。お前じゃねえよ。お前じゃねえ。なんでお前と。じゃ行こうぜ。ちょ待てよ、ちょ待てよ。綺麗な景色、ね、分かったよ。なんでせっかくの修学旅行を匠なんかと過ごす場合にならんだ。俺ちょっとトイレ行ってくるから先に行っちゃうなよ。はいはい、待ってるよ。タグタクロのやつ、タクロ匠のやつ。え、聞き覚えのある声、まさか。おおおお、すげえ CG がちゃんとある。びっくりした。びっくりしたよ、知ってたけど。そりゃもう、さくらさんがどうしてここに。あ、わかった。たくみか。うん、今日の朝連絡をくれたの。ここに。そうだった。あいつやるね、憎いことしやがってよ、本当によ。すると、さくらさん、この辺りの学校とか。そうか、私ったら転校先のこと全然話してなかったんだもんね。いや、本当全然教えてもらえんとは。実は私も修学旅行で来てるの。ああ、やめ、そうだよな。そうなんだ。それでどこの高校なの。大門高校って言うんだけど。強そうな大門高校だ。もしかして野球部がめちゃめちゃ強くて、あの大門高校ってことはひょっとして。うん、野球部のマネージャーやってるの。やっぱりな。やっぱりさくらさんは相変わらず頑張っていてくれてとっても嬉しいな。それにこうして再会できたことも。私も。あのね、私、花火大会の時あなたに言い忘れたことがあるの。フラグか。お、これはフラグなのか。言わされたこと？何？もう時間だから行かなくちゃ。おいなんだよ、おいなんだよ、おい。じゃあね、また今度ね。絶対な。ああ、行っちゃった。しまった、新しい電話番号聞くの忘れたぞ。くっそ、待たせちゃったな。まあ、匠知ってるけどな。匠、さくらさんの電話番号教えろ。いいな。そうだな、北海道といえば毛刈り。こいつやるな。でもやるな。今日は一日移動で疲れたな。お腹すいた。早く晩飯を俺にくれ。今日は自由行動だったな。一人だとつまらないし、誰か女の子を誘うか。誰を誘うかな。誰を誘うかね。誰を誘うかね。ことこちゃん、みなずきさん、みなずきさんいないかな。あ、みなずきさん。あら、今日自由行動一緒に回らない。あら、いいわよ。おい、一人だと退屈かな。じゃあ早速行こうか。これ多分ここで戦闘があるんだ。まさに大地って感じね。地平線から昇る朝日はこういう場所でしか見られないわ。完全にさ、これさ、二人でこんなところでさ、こう修学旅行行ったらさ、あいつら付き合ってんじゃねってなるだろ。タンチョウズルやキタサンショウウオなんかここにしか生息してないのよね。へえ、よく知ってるね。そうだ、思い切って日の出を見に行かない。え、あなた本気で言ってるの？もちろん冗談に決まってるよ。大変だろ。なんだこいつ、なんだこいつ。冗談嫌いそうだけどな。みなずきさん本当に期待してくれてたのかな。ん？巨大クマ。あ、これどうするんだろう。戦闘は助け合えて勝利。戦闘は助け合えて勝利。へえ、どうしたらいいんだこれは。戦闘は助けられて勝利。助けられるってことは一人で逃げるでいいんかな。
あーどうしようかな。助けられる、一人で逃げるんじゃないの。わ、これどっちだ、え、これどっちだ。で、助けられてしまう。一緒に逃げるでいいんかな。あー多分大丈夫なはず、多分大丈夫、多分これ大丈夫。勝利してないけどな、大丈夫かな。戦った方が良かったかな。こうして修学旅行は終わったということで、水月さんとデート、さあ行くぜ。それは大変結構なことね。さあ入ろうぜ。花が綺麗なのはいいけど虫がちょっとねって。虫ね、虫って大事なんだよ。うわーこれ全部ダメやん。わあ植物園最悪じゃん、全部ダメじゃないか。うわー全部罰じゃん、どうしようかな。この一番下やばいな。虫、うわ逃げろ。やばいねこれ。やばいね。へえ、水月さんって虫嫌いなんだね。それが何よ、女の子なら普通そうだと思うけど。もうこれ無理だよ、だって全部罰だもん。今日は少し疲れたわね。では私は。あーくそー最悪だ。今の選択肢ずるいね。植物園ってあれな、罰多いな。はい、と水月さんを逃がすために戦うという選択肢にしようかなと思っております。まあ、なんでかって言ったら植物園のちょっとね選択肢はちょっと悪かったんでね。うえー、あ、助け合えて勝利って、これで戦うんか、クマと。じゃあ勝つぞ。危険。あ、こんなんなんだ。キラーヒグマがやってくる。ヒグマって相当速いぞ、あいつ。時速160キロぐらいで走るからな。人間の倍は言い過ぎやけど、1.5 倍速ぐらいで走るからな、マジ、あいつら。ファイヤーゴ。クラッシュクロス。めっちゃ暗いよ、これ。でけえ。でけえ。そんなことよりも、でけえ。うわぁ。ファイヤーゴ1780。わあ強そうだなこいつ。クラッシュクロー止めて、痛い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 、ほら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 。1500、1050か、ちょっと弱いな。ファイヤーゴのがいいな。どうしようかな、魔術使おうか。サンダー、ああこれ大丈夫？水月さん助けてよ。サンダー弱ーい。あ、これまずいぞ。ヒールしよう、ヒール。まだ間に合うよ。300、600ぐらいしか来ない。700ぐらいしか来ないよ。大丈夫よ。ケア。いけるやろ。なんか FF してるわ。なんか FF してるわ。あ、これ無理だ。あ、ちょっと回復し続けるのは無理じゃん。やめてー。やばい。助けてー。水月さん、助けてくれー。いずれ死んじゃうよ。あ、でも回復力の方が高いな。サーモンブーメラン。あ、やばいんじゃない。わー戻ってくる。いやー危ねー、ダメだ、食われてしまう。クソったれめー、来い。こちらどこ来てる、ダメダメ。お、助けてもらった。なんだこいつ。正義のマタギ参上。子供の出るマグでねえだ。おお、銃持ってきたね。いいね、いいね。ジローマルショット。金かかってんな、ときめもつ。
エネルギー充填 120%! 撃てークマが消滅したクマが消滅した今日はクマ鍋だべ。あ、いいね、クマ鍋。おー、勝った勝った。あぶねー。じゃあずーっとあれなんだな。回復しとけ、勝っとったんだな。うわー、熊の毛皮。このお宝って結局何なんだろうな。よくわからんな。おー、経験値めっちゃもらった。これ、この経験値でさ、女性のみんな、すごい笑顔になるんじゃない？無理か。あ、みなずきさん。危ないところだったわね。でもありがとう。助けてくれた。そんな、そんなことないよ。ふう、久々に帰ってきたな、久々の。響きの詩だ。イェーイ！ふぅーいいね。でね、問題はね、これからなんだよ。問題はこれなんだよ。もしね、これがね、いい選択肢がなかったら、またやり直しというね、最悪な事態に、ね、起こるというね。もうマジでね、いい選択肢来いよ、マジで。まあ、次、ヒグマが来ても俺ずっと回復するけど。花が綺麗なのはいいけど。あー、ダメじゃん。これなんだよ。もう、これ選ぶわ。え、虫、うわ、逃げろ。それって冗談のつもり？それとも本気？ああ。どっち？記憶力がいいのが恨めしいわ。では、私は。ああ、ってなっちゃうんだよな。はい、戻ります。いいけど、虫がちょっとね。ああ、やっぱりここ変わらんのか。困ったな。どうしようかな。俺も毛虫は嫌いだよ。偉そうに言うことじゃないでしょ。また。もう無理だよこれ。これ無理だよ。もう、あの戦闘がね、実はすげえ長いんだよあれ。これはずるいっすわ。戦闘長いくせに3回とも全部これというね。うえー。したら9月はどうしようかな。あーそうだ、あかねちゃんをね、ちょっとあれだな、テンション上げないといけないから、じゃああかねちゃんに電話してとりあえず機嫌を取ってもらおう。機嫌取れるかな、これで。なんだよ、これからバイト行く。別にいいけど。そんな。はい、ということでここでまあセーブだな。とりあえずこれであかねちゃんは機嫌を取り直せ、とりあえずよくできたから、そしたら、10月はあかねちゃんをちょっと狙おうかなと思っております。勉強は多分しなくてもいいとは思うんだけどな。よしやろうか。よし、勉強はしなくてもいい。いや、まあどうしようかな。ことこちゃん狙うかな。どうしようかな。いや、今日1限目なしで教育実習生が来るんだ。来た、これ。美人な。で、これでかすみ姉ちゃんが出てくるから、11月はかすみ姉ちゃんを、デートに誘い、まあ、クルーみたいな感じです。で、そろそろね、ホムラーを出さないといけないんだよな。とりあえず、どうしようかな。あかねちゃんをカラオケに誘う。多分ね、カラオケは来てくれるはず。はいと、カラオケ行こうぜ。その日はバイトないから。お、やったぜ。あかねちゃんとのデートは多分これ今回が初じゃないか。よし、じゃあホムラちゃんを、出そうと思います。でホムラを出す方法としては、ストレスが25でコマンドを実装するか、体調が110以上で寝ると来るよ必ず。多分ね。あれ全然違うイベントなの。よう、どうした？時計となんか眺めて。ん？なんだよ。匠から聞いたよ。ああ、これか。これ見たわ。これみんな見たよね。うん、飛ばそう。なんだこいつら。帰れ。ホムラちゃんが来んぞ。大丈夫か？
ホムラはこんなとりあえずデートしよう。とりあえずデートだな。あかねちゃん、デート行くよ。あれ時間間違えたかな。ごめん、待ったよ。めっちゃ待ったよ。おお、あれ夏服じゃないな。でも完全に全部裸かと思ったわ。裸エプロンみたいになってたよと思ったわ一瞬。よかった、でも遅れてごめんね。出かけにもたもたしちゃってさ。僕っ子ね。こいつね、最初ちっちゃい頃はね、キャベツを持ってね歩いてたからね。ラッキー、待ち時間なしだ。すぐに入れるよ。よかった。早速入るぜ。カラオケってエロいな。こいつのやつは全くわからんな。俺なら何選ぶかな。いい、一番上だな。いいストレス解消になるでしょうが、一番あれだな。一文字と。あ、やっぱ一番上なんだ。やったぜ。うん、気分爽快。明日からまた頑張ろうって気になるね。なるわ、めっちゃなるわ。っていうか、声優さん、ちょっとあれだな。ちょっと下手くそだな。なんかちょっと棒読み感が出てる感じがするな。今日は本当に楽しかった。また絶対誘ってね。僕なんとか時間作るからさ。あ、ここはいい言い方だな、うん、じゃあここでね、バイバイ。いいね。さよならとかまたねとかはいい。あ、さよならとかねは、まあ、ダメなんだけどね。バイバイとかね、さよなら、あ、またねとかはね、いいよね。俺も何言ってるか分かんないよ。とりあえずセーブして、ホムラを出さないといけないんだよな。ホムラ、ホムラちゃん、ホムラちゃんを出さないといけないんだよ。ホムラちゃんを、ホムラ出ろよ、ホムラ。どうしようかな、寝るか。で、ホムラちゃんを呼ぶために今寝ただろう。で、電話を誰にしようかな。とりあえず、あ、そっか、まだあれなんか、匠に電話番号聞いてないけダメなんか。よし、とりあえず電話番号を匠から聞きたいと思います。はい、なあ、当たりま、まあ、ついでにね、評価も見るよ。爆弾抱えてる。白雪さん、だって今白雪さん出るのおかしいもんね、今状況的に。で、女の子の情報を、かすみさん、了解。あったあった、こんな感じだよ。いいっていいって、アイラブグッドだね。よし、でこれで11月はかすみさんと山のデートか。山か。お、来た、やっとホームラン来たよ。やったぜ。待てー。で、ここで、かすみ姉ちゃんに電話をして、あ、待てよ。山に行けないんじゃないか、これは。どうしたの？改まって電話ね。デート行こうぜ、デート。4日。これ山行けないんじゃないか？あ、山行けるやん、やったぜ。いいわよ、その人。え、いいわよ。うわ、これってさ、エロ要素ないと。ギャルゲーとかエロゲーじゃねえか、それ。あ、こうやってね、やりよったらね、エロゲーやりたくなってくるわ、普通に。だってさ、やらないんだぜ。意味ないことはないけどさ、とりあえずそうだな。どうしようかな。これでもう出てないやつはいないのかな。どうしようかな。とりあえず、あ、まだおるんか、あいつが一人だけおるな。で、ここでもう一回電話して、あと二人だよな。あと二人って誰だ、わからんな。とりあえずお姉ちゃんに電話してと。はい、デート行きましょう、かすみお姉ちゃん。山にね。2回連続山って。その日は無理ね。その日は無理ねえじゃねえよ、くそ。い
よ。お、来た、やっと来た、やっと来たよ、かすみお姉ちゃん。めっちゃ時間かかった。クセーブだな。ていうかさ、これさ、全員クリアするの無理っぽいな。なんかさ、かすみお姉ちゃんのクリア条件が卒業時までに全てのパラメータ、体調、ストレス以外が150以上あれば OK って書いてたんだけど、雑学とさ、用紙をさ、あげると、もう一人来ちゃうんだよな。これ絶対無理だろう。うわ、どうしようかな。大丈夫かなこれ。大丈夫かこれ、本当に。くっそー。まあ、とりあえず、佐渡に行くか。そういえば今日は一周院山の誕生日だな。あげる超電池エプロン、これが好きなんだよな一周院は。どうしたのだ。これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。おお、これは嬉しいのだ。うえ、メイの好みだ。よかった、すごく喜んでるみたいだ。イエーイ。まあ知ってるけどな。でね、11月主なイベントはね、メイ錯乱と、あとホムラちゃんのね、芋焼きのね発生イベントをさせないといけないんだよな。さてどうしようかな。とりあえずどうしようかな。電話して、いや待ってよ、能力値低いんだよな。けどな、雑学用紙はね上げれないんだよな正直。とりあえず茶道するか。茶道なら全体的に上がるからな。で今週はかすみさんとデートか。とりあえず用紙上げるか。でクリスマスイブまでには用紙を上げないといけないんだけどな。大丈夫かなこれ。クリスマスイブ間に合わないんじゃないかこれ。あ、クリスマスイブ入れないな。クリスマスパーティー、今日は文化祭だ。さあ行くぞい。今日も適当にやるか。適当にやるかでいいんか。ふう、文化祭も、おお最高のタイ、文化祭いいね。あれ、ことこと一緒にあれなら文化祭回ってないな。もう大丈夫かこれ。あー、ことこのあれか、評価が低いんか。もうグダグダだな。めっちゃグダグダ、めっちゃグダグダマジで。あれ時間間違ったかな。おお、めっちゃ待った。さあ山行こうぜ山。すげえアウトドアなんだな。いい天気でよかったねかすみさん。曇った時はどうしようかと思ったよ。うん、本当に。やっぱり私の行いがいいからよ。本当だよ、胸もでかいしな。冗談はさておき。最低やな。早速行きましょう。ああ、さあしようぜ。うわあ、見事な紅葉ね。ああ本当な。うん、まるで山火事みたいだね。ものすごく動ってみたいだね。いや、俺一番下選びそうだな。今やばかったな。今やばかったぞ。超やばかったぞ。もう完全に押す気満々だったぞ、今。いくら丼の押すとこだったぞ。危なかったぞ、今。あ、これなんだ。真ん中なんだ。ものすごく怒ってるみたいだな。あんなに赤くなる人いないわよ。でも、緑が最後の命を燃やす色って思うとそれに近いことになる。うおー、分かってるな主人公。今日は本当に楽しかったな。また近々遊び、イエーイ、遊ぼうぜ。じゃここでね、じゃん。はーい、勉強しまーすとか言いながらまたデート。またデート行くぜ。めっちゃ待った。はい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 。いい天気でよかったね。これ全く同じやつか。やっぱね、かすみお姉ちゃんはね、山が好きなんだよな。あなたの場合、紅葉を見るとどんなこと思う。焼き芋でも食べたいなって思うよ。絶対これ選ぶわ俺。とにかく綺麗だなと思うよ。うん、
私もなの。本当、言葉を失っちゃうな。あまりに爽快で。これ5歳年上なんだぜ。マジでババアじゃん。5歳はちょっとちょっと上すぎるな。3歳だな。うん、上下3歳だやっぱり。じゃあここでね。年な、年の上下な。というところで今回は短いかな。短いかもしれないが、今回はここまでにしたいと思います。セーブしよう。でですね、ほんと、多分ね、これ全員11人クリア多分ね、無理かもしれないんで、もしかしたら11人クリアじゃなくて、2001年にセーブして、そっから、全員のね、イベントをね、やっていこうかなと。そっちの方がね、楽かもしれないんでね。ということで、次回2001年まで頑張りたいと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。